今日のお弁当は、では開けましょう。チャオ、雨で髪の毛くるくるあっちゃんです。今日ちょっとね用事でね、実家の方に物を取りに来てんけどね、物取りに行ってくるわって、ヒカと2人で行ってくるわ言ったらお弁当作ってくれたって。でね、お弁当作ってくれたので、ね、お弁当を持って、心の森公園行きました。今日はね雨降ってるからグランドゴルフやってないからね、すごい静かでね、だからグランドゴルフ場の方で食べてますっていうことで、向こうの公園の方で食べようかもだけど、前と同じ風景になるからね、今日はこっちにしたんやけどね、もう景色いいんでこれ食べましょう。で今日のお弁当は途中ねファミマでね、これこうでいいね、お茶玄米茶。では開けましょう。パカッ。今日のお弁当びっくり弁当らしくてね、まあ、こんな感じです。ひかのはこんな感じ。あ、これあっちゃんの出たとか、はい、ひかの入ってるね。では食べましょう。ではいただきます。今日ね久々にね、また大田の方で実家の方で帰ってきてね、荷物をね、雨でねすんごい草の匂いがしてる。この匂い好きなのよ、雨降った時のね草の香りがね。あー、やっぱ田舎落ち着くな。いた、ここが痛いぞ。なんか変な虫に刺されたもね。まあまあまあ、何してるんだけど、びっくり弁当をいただきます。では、いただきます。まずね、がっつりこう海苔の効いたお弁当やねんけども、何がびっくり弁当なのかって、中から何かが出てくる。これね、今日はびっくり弁当、のほら今日何弁当ですってこのオープニングでやるやん。だから何弁当って聞いたら、今日はびっくり弁当だから何も言わないっつって、内緒の弁当でいただきます。はい、ポテトが入ってた、じゃこも入ってる、ね、おじゃこが入ってるわ。何これ、あ、なるほどな。おかずが下に入って上に逆さま弁当になってんねや。おいしい。ってことはさ、こっちからじゃなくちょっと違うところへ行ったらちゃうものが食べられるんだよ。ああ、ちょっと海苔が。これは、あ、餃子や。いろいろ考えてくれてあるな。なかなか面白い。こっちかは何ですか。海苔がね、ちょっとうまく切れへん。投げていろんなものが出てくる。ちょっと今日はね、ヒカの荷物がというかね、あっちゃんが使ってた昔のパソコンをね、ヒカがちょっと使いたいっちゅうから取りに来たんやけど、それとまあね、冬ちょっと肌寒いから長袖スウェット生地のものをね持っていこうかなと思って。パジャマ系ね、それを取りに来たけど、あ、ここは投げてるな。だんだん中から出てくる。ね、こんな感じで。あのね、お家で食べてから行ってもよかったんやけど、早く行って早く帰ってきたかったのもあるしね。で、まあ朝からやってできた。で、持って帰ってね、昼ぐらいには帰れたらな。朝からまあライブしとって、ライブ終わってから準備してね、行こうか思って。で、昨日から言うだってん、明日と肉をのうだ行くには持ってんねん、ちょって。で、ニカと行ってくるわ、言うて。お弁当作っといてくれてね。やっぱり外で食べた雰囲気ちゃうな。うん。これね、いいね。これね、別パックもね。うん。これ食べよう。サラダが入ってるのよ。デザートだけちょうで。パンプキンサラダ。うん、うまいね。別の公園、ここじゃない公園やねんけど、大田、ここはじゃにょたまにね、ようってたまにラジコン走らせによって、ラジコン基本うちの前で走らせられたから、あんまりわざわざ混んでよってなって思うけど、今の家は家バレすんのも嫌やしね、遊びで走らせたらいいねん、別に走らせてもね、動画撮らへんなら、家バレするやん、動画撮ったら。だから家の前で撮られへん。今の家もね、家の前走らしても多分何も言われへんわ。めったに車来へんし、道路、幹線道路から入ったとこやからね。だからだけど、公園見つけたんよ。あそこ多分ね、走らせられる。ラジコン機に火がなってなかったし。で、グラウンドもあるし、公園の中のところもね、舗装されてるから、バギーもロードちょっとなるかな、しんどいかな、ロードかドリフトとか走らせられるとこまで見つけなあかんけど、あんなもね、多分運動公園の駐車場とかで大丈夫でも、走らせてもいいし。こんな感じでね、ちょっとね、まあいい場所を見つけなあかんなと思って、どうしたらちょっと離れてるからね、あれだけど、もう車でビャッと行ったらね、もう買い物のついでに走られてるんだから、ラジオ1台持って行ってもいいんだけどな、置く場所に困るよ。また今日は持っていかへんけどね。何回かね、めちゃラジコンは持って行ってるのよ。だからね、まあね、昼間軽く食べて、で実家の方にね、今そのってまあ変えた方かな、変えた方とちょっとね皮むき変えておこうかなと思って、朝からね結構激しい雨って書いてあったよ、ね、裏がだから肉どうしようかな、昨日育休取ったしな、どうしようかなと思って、だから昼間にやむって出とったから、だから今まだちょっとしびしびしてんねんけどね、多分家でコソコソしとったらやむような気がするし、なんかやむ気がせえへんのこのちびちびなのよ。2年前やからちょっとぐらいの雨大丈夫やけどね、豪雨さえ降らへんだら、せっかくおうどん来たし、ちょっと道の駅でもやって帰ろうかな。カメラが回るとね、喋らへんのよ。黙食がねえ余裕やんかいな黙食って久々に聞いたわ。何も変わらへんな、うどんは良くも悪くも癒される。懐かしいやろ、幼稚園子供園。花火大会の記憶はね、美味しかった。サラダをね食べてしまわないと。また温泉聞いたんじゃん。大谷温泉はね、めっちゃ湯がええからね、行きたいんだけど。キュッキュンなの？足してないで。よかった、ごちそうさまでした。まあね、何も変わらない歌の土地でお弁当癒されました。ごちそうさまでした。ということで、ちょっと今日ね実家に戻ってきて、雨やけどね、あずまやがあるから雨しのげてね、お弁当も食べられるし、大宇陀の、心の森公園、なかなかええところやと思います。なかなかね、わざわざ大宇陀まで来てピクニックでここへ来てお弁当食べるとはちょっと遠いけどしね、わざわざではないんだけど、でもまあ観光名所もちょっとぐらいあるから、よかったら大宇陀にも遊びに来てください。ね、あいつはおらんやん、もうこの町にはおらんやんということでね、まあ時々大谷に帰ってきます。またねちょっとねチャオエジさんのリクエストの、デリシャスフーズのヒレカツ弁当、今日通ったらあいとったんよ。でまたねアコと一緒に、お弁当買いに来て、ここで食べます、はい、ということで今日のあっちゃんのひかとお昼ご飯お弁当、心の森公園でびっくり弁当美味しかったです、ごちそうさまでしたということで、今日のあっちゃんのお弁当良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたねバイバイ。ちょっと眠くなってきた、ちょっとゆっくりして、もしかしたら道の駅で足湯して、それから実家行って物持って帰りたいと思います。でまたねバイバイ。とりあえず道の駅行こうっと。